です。いや、完封目前です。4球目、落としました。センターへ、どうだ。こちら向きの打った大島、この間つかみました。アウト。ゲームセット、試合終了。ベテラン40歳の山井大輔、見事4年ぶり完封。8対0でベイスターズを下しました。嬉しい今シーズン初登板、初先発は今シーズン初勝利。平成30年5月22日、相性のいいベイスターズ戦相手に、ベイスターズ相手に見事8対0の完投、それも完封で飾りました。今シーズン嬉しい1勝目。強力ベイスターズ打線を4安打0に抑えました。内外の選手と握手、そして白いボールをどうやらポケットに今入れたようです。最後にゴーグル姿の山井がベンチに戻ってきました。コーチ監督がローンで依頼ます。山井大輔、2014年8月16日ヤクルト戦以来、4年ぶりの見事完封で今シーズン1勝目。ドラゴンズこれで今シーズン20勝目をマークしたということになりました。8対0、今日は山井見事な登板で DeNA の強力打線を沈めました。最後はホームランのビシエドと今握手をしました。それから平田も今日はホームランを打って土井コーチと握手を交わしています。今シーズン初登板、初完封、山井投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。今この歓声を聞いてどんな思いですか？いや、まあそうですね、ありがたいです。はい、それだけです。初登板でいろんな思いがあったと思いますが、どんな思いでマウンドに上がりました？まあ今年はね、本当に開幕戦からローテに入りたいという気持ちがあったんですけど、なかなかね、思うように投げれなかったんですけど、まあ、しっかり投げれると、しっかりいい球を投げるという自信があったので、まあ、焦らずしっかりと調整できたかなと思います。その試合で完封ですよ。いや、まあ、これはできすぎだと思います。はい、何が一番良かったですか？宮城のリードもありますし、野手の人がね、早い回、中盤、後半と、点を取ってくれましたので、なんとか自分のペースに持っていけたかなと思います。そしてファンの皆さんはご存知だと思いますが、山井投手は5月10日に40歳の誕生日を迎えました。ありがとうございます。40代の感動いかがでしょう？いや、まあ、意識はしてないですけど、40歳の、まあ、一発目の登板ということもありましたので、いい試合したいなと思いましたし、まあ、こういう結果になったことが嬉しいです。実は40代の完封というのは過去8人しかいません。史上9人目の快挙です。ありがとうございます。ドラゴンズ今日勝ちまして、また乗っていきそうですね。そうですね、まあ、ベテラン陣いっぱいいますけど、なんとか僕も一生懸命頑張っていきたいと思います。それでは改めてファンの皆さんに報告をお願いします。はい、世の40歳の皆さん、まだまだこれからいい年が来ると思いますので、まだまだ頑張っていきましょう。そしてファンの皆さん、本当にありがとうございました。おめでとうございました。山井投手でした。という見事4安打完封、まあ、本当にいろんな思い、ローテーションに入りたかった悔しさ、入らなかった悔しさ、そういった中で全てを出し切ったという山井大輔、見事な完封勝利、そして、喜びの声を今お届けいたします。